何をどうやったのかわからないけれど、彼を包む霊力にほころびができてるわ。これなら、もしかしたらまだ間に合うかもしれない。本当か、コトリン？ええ、でもそのためにはあの霊力をかいくぐって彼にキスをしないといけないわ。なんだ、それだけか。簡単ではないか。同意ならば何も問題はありません。うむ、みんな行くぞ。ユズルたちにしてくれたように、どうか元に戻ってください。さあ、夏美さんも。うん、分かってるわよ。唇と唇を軽く触れさせればいいのよね。はい、終わり。オッケーよね。ああ、もったいないですよ、夏美さん。今、助けてやるからな。
前は諦めを知ることはなかった。お前は、幾度痛みを与えられようと、幾度打倒されようと、また立ち上がって、みんなを助け続けてきた。お前は、どうして、そこまでして、そうか。きっとこれが、好きという気持ちなのだな。私は、お前のことが、好きだ。には違いないんだから。
室で待機してるわ。休んでなさいって言ったんだけど、目覚めるまで待つって聞かなくて。それと、あなたの様子を見ながらじゃないと、心配して眠れないっていうものだから、仕方なく同室にさせてもらったわ。心配してるから。ありがとう、お兄ちゃん。大丈夫なのか？気にするな。私はもっと助けられていた。ほら、あーん。あの時、自分を出れさせてみろと言っただろ。だが、私だけは出れさせられていなかったのだ。お願いします。うわ、目覚めていきなり。
やはり油断ならない。